資源の竜、闇の炎の子。ざけんな！希望の力よ、光の意志よ、未来へ向かって突き進め。させるか。汝の名はバハムート。なぜだ、敗北や恐怖の記憶を突きつけられて、なぜまだ戦える。みんな辛いことや悲しいことがあっても、それでも傷ついたって喧嘩したって絆は強くなる。思い出したくないことだってあるけど、でもそれが無意味だなんて思えない。そんなこともわからないあなたに、私たちは絶対に負けない。負けるものか！こっちこそ負けるわけにはいかないの！園の道具を持っていためぽ。さあな、なんかポルンが叫んだら誰かが声かけてきてよ。クイーンっつってたか。クイーンポポ、クイーンポポ。さすがクイーンミポ、すごい力だったミポ。プリキュラたちよ、そして空の園の貴公子たちよ、ご苦労じゃった。長老っていうかプリキュアだっつーの。これで空の園も危機から救われました。あの者に他の世界が脅かされることもないでしょう。団長ルリア、そしてビー、プリキュアたちを助けてくれてありがとう。あなたたちが互いを思い合う気持ちがあったからこそ、みんなは救われたのです。あ、何この光、なんだか体が軽くなっていく。ピーサードを倒したからこの世界での役目が終わったメポ。虹の園に帰る時が来たメポ。そっか、団長さん、私たちもうお別れみたい。みんな一緒に力を合わせてくれてありがとう。私たちこそザケンナーから守ってくれてありがとうございました。あとお礼言いそびれちまったから、クイーンって姉ちゃんにもよろしく言っといてくれよ。ダメポーポ。え、一緒に光の園に行くポーポ、そこでお礼。ちょっとポルン、無茶言わないの。団長さんたちもこっちの生活があるんだしね。いやーボーボー、いやーボーボー、ピーたちも一緒に行くボーボー。聞いてくれる様子がないですね。どうしましょう。やれやれ、四六時中こんなに付き合わされるのも大変だな。まったくだメポン、
わがまま放題で毎日ヘトヘトメポ。でもそれもポルンが無事に戻ってきてくれたからミポ。団長もルリアもピーも本当にありがとうミポ。僕からもお礼を言うメポ。帰って一夜漬けしようと思ったんだけど、空の園の戦いで疲れ切ってて、帰ったらそのまま寝ちゃった。せっかく時間があったんだから空の園で少し勉強しておけばよかったのに。ああ、その手があった。そうだ、空の園って時間の流れ方が違うのよね。今からもう一度空の園に行って。さすがにそのために長老たちの力は使えないミポ。日頃から真面目に授業を受けておけば、テストの心配をしたり先生に怒られることもないメポ。はい。あー、もうありえない。あー、テストが憂鬱。少し早く学校に着きそうだし、私と一緒にテスト勉強しよっか。本当？